アウェーの FC 東京は4日前にアルベル監督が電撃解任され、今日のゲームは安間隆義ヘッドコーチが暫定的に指揮を執ります。短い時間の中にはなりますが、この試合に向けてどのような点取り組んでこられましたか？そうですね、監督交代というのもありましたけど、しっかりと予選リーグ突破する、可能性があるならばしっかりそこを挑んでいかないので、やるべきことをやってきました。そのやるべきこと、具体的にはどのようなことを取り組んでこられましたか？そうですね、どんな監督さん、どんな戦術でもまずベーシックなところ、具体的には切り替えだったり、ハードワークだったり球際だったり、そういうものが大事になってくるので、まずそれやること。ただ気持ちだけでは勝てないので、京都さんにはしっかりとした仕組みもしっかりと短い時間だけど刷り込んで、選手たちがプロフェッショナル姿勢を見て、しっかりと取り組んできました。この試合でどのような姿を見せていきたいですか？もうなんていうんですかね、しっかり怖がって、次に一歩進んでるっていうのを、支えてくださる皆さんに見せることが必要だと思ってます。FC 東京の指揮を取るのは安間隆義ヘッドコーチです。この試合のみ暫定的に指揮を取ることになります。グループステージ突破のためには勝ち点3が絶対に必要な一戦ということになります。そして今長友が倒れています。元日本代表、失礼、日本代表の長友佑都です。なんですけども守備のところから高い位置でというところですね。はい、安間ヘッドコーチが見つめます。森重がねコースにこう入りながら眉毛の上の進路を少しインスイングのコーナーキック、高さを生かしました。が、ね、ボールに飛んでいくっていうの、ゴールに飛んでいくっていう形もありましたね。はい、つきました森重先制ゴールだ。ビルドアップに対してしっかりとはまってましたし、まあ、少し本当にこうスピーディーですし、まあ、切り替えも早い。縦に勝負してクロスが入る、中川の右足だ。森重が倒れています。頭同士ぶつかったやつ頭に合ってきてますからね。はい、バスキーのキックの精度と森重の高さっていうところがねしっかりと生かされたシーンではありますよね。はい、ピーター・クラモフスキー新監督も見つめの中でのゲームです。FC東京側もセカンドボール、そしてあとは距離感の方ですね、非常に指示がよく飛んでいます。はい、距離感のところもやはりこのアマヘッドコーチからしか出てるんですね。そうですね、守備のところでいますからね。はい、渡辺龍馬だ、ディエゴ・オリベイラー、ありました。 FC 東京はここで2枚の選手交代を行いました。ベロッチはルワンカップの第2節京都戦では来日の初ゴールを含む2ゴールを挙げています。ヒットをかけていくというところでは、まあ、ある程度こうしょうがない部分はありますけど、カバーリング能力っていうところもね、貢献した土井陽一さんの息子さんということです。さあ両チームの選手たちゴール前に、はい、さあそしてここで試合勝ち点3が義務付けられたゲームで見事勝利を、守備組織をしっかりとこう整えた中でね、90分あるんですけれども、グループステージ突破がまあ決まる可能性は残しました。まあ、京都の突破につきましても高い城の結果次第と言いました。 FC、突破がガンバ大阪が1位での通過ということになりました。 E グループです。そして FC 東京は勝ち点10で2位だったんですが、他のグループの、2位とのこの、まあ、比較になるんですけれども、 FC 東京見事にこのプライムステージの8チームの枠に滑り込んだということになりました。木場さん、そうですね、まあ、内容もしっかりとね、準備期間が短かった中で、アーサルテロットボール、パトリックが倒れていましたが